あ、こんにちは、ヒヨンです。はい、今回はですね、バレンタインも近いということでバレンタインデートメイクをしていきたいと思います。今年のバレンタインは特に予定はないんですけど、つぶこぶ言わずに始めますか。それではスタート。もうすぐバレンタインですね。基本的にお菓子作りとかはしないんですけど、今年はちょっと頑張ろうかなって思っております。この撮影をするってなって、あ、そういえばバレンタインあったわっていう感じで何にも考えてないんですよね。だけどまあちょっと時間があったら企画しようかなって感じです。めちゃくちゃ緩い感じで今年は終わりそうな気がする。今回はメイク、ヘア、お洋服まで決めていくので、最後まで見ていただけると嬉しいです。で、今私はスキンケアをした状態です。まずこちらジェノマーの UV プロテクター N19、 これの虜なの。色はちょっとピンクがかってる感じで、これを塗るだけで肌がめちゃくちゃ綺麗に見えるからとってもおすすめ。ドクターシーラボの高級ラインっていう感じなんですよね。めちゃくちゃ伸びもいいのでムラなく塗れます。バレンタインだから可愛い系の顔にしていこうかなっていう風に思ってます。可愛い系のメイクをするってなってもやっぱりベースが綺麗じゃないとメイクが映えないので、下地は安定のもの。めっちゃ綺麗じゃないですか、これ塗っただけでも。あんまりメイクしたくない時でもこれ一つ塗っとけば肌がいい感じになるので、お外に出れる。本当にあっという間にバレンタインで時間の流れについていけない。みんなは今年何をするんですか、バレンタイン。サロンデュショコラが伊勢丹でやってるみたいなニュースをテレビで見て、その時は全くバレンタインのことを思い出さずに、こちらでチョコレート食べたいなっていう感じだったんですけど、バレンタインのためにっていうのは全然なかった。そしたら次、ディクションシルキーバームプライマー、鼻だけに塗ります。最近のベースはこの2つで安定してる気がする。土台をしっかり作ってからクッションファンデとかいろいろ試してるっていう感じかな。本当にね、塗りやすいんですよこのプライマー。パサパサしないというか、しっとり。毛穴の凹凸とかが気になる方はすっごくおすすめで、ちょっとスペシャルなメイクになるので初めてなんだけどこれを使っていきます。ウッチクッションデュボーテ 02.5 番。パッケージ味が可愛すぎますよね。テンション上がるコスメでメイクするといつもよりも気分が上がるし、今日はこのクッションファンデを塗りたいと思います。ツヤっぽいですね、ツヤ系。薄付き、ナチュラルな仕上がりですね。どのぐらいクッションファンデをつけるかにもよると思うんだけど、私はこの1回のプッシュで両頬は塗ってしまうので、すごいナチュラルです。めっちゃいい感じ、程よいツヤ感、カバー力もあって普通にデイリー使いに良さそう。最近クリニックとか行けないので、ちょっと肌のピーリングみたいのをしたくって、皮膚科で硫黄の薬っていうピーリング効果のあるものをもらったんですけど、それをやってたらちょっとね、皮がむけちゃってて、今すごいこのクッションファンデ綺麗なんですけど、皮がむけてるところがムラができてる。この1年間ぐらい妊娠してから本当にずっとクリニック行ってないけど、思うのが日々のケアが一番大切で、それにプラスアルファで美容手術とかするとさらにっていう、綺麗になれるんじゃないかなって思うので、やっぱ日々のケアが一番大切なんだなって改めて実感しました、この期間に。もちろんクリニックでケアしてもらってる方が肌のコンディションとかもいい状態が続くって思うんだけど、そこまで言うほどすごい変化があるっていう感じにも思わなくって、日々のケアの大切さ身に染みて感じた。あんまりメイクしてなかったからそれもいいのかな。こんな感じです。ちょっと首は色が違うのでトーンアップクリームを塗りたいと思うんですけど、とりあえず顔はいい感じ。続きまして、これも大好き、オサジのニュアンススキンエフェクター01番。これはコンシーラーなんだけど、ハイライトみたいに使っていて、すごく自然なツヤ出してくれるのでめちゃくちゃ気に入ってて最近使ってます。肌を少し綺麗に見せたいところ、光が欲しいところ、結構広めに塗っても全然やりすぎ感がないというか、ギラギラにならないので張り感を出すようにしてます。コンシーラー塗るの忘れた。この前にコンシーラーですね、コンシーラーはコスメデコルテのトーンパーフェクティングパレット01番。細かいところ、あんまり広めに塗るんじゃなくて細かいところをちょっと直していきます。マジで皮がむけまくってる顔の。年々さ、そういうイベントごとに対してのモチベーションが下がってる気がしてて、それこそ今年もそうだし、クリスマスとか去年もちょっと忙しかったからババババって過ぎちゃったんですけど、なんかそういうイベントごとは大切にしたいので、このままじゃダメだなって今思った。もうちょっとちゃんと企画してバレンタインしよう、まだ時間はあるので。思い出を残すことってすごい大切だと思うから、身を引き締めて頑張ります。パウダー、このグッチのファンデーションが強い強い
感があるわけじゃないし、結構セミマットな仕上がりなので、ここまでパウダーいらないかなって思うんですけど、 T ゾーン気になる方はパウダー塗ったらいいんじゃないかなって思って、私はオーラの BA フィニッシングパウダー、これよりもまた今年はいいもの見つけなきゃいけん、パウダー探しの旅に出よう。おすすめのパウダーあったら教えてください。使用感が大好きだと本当にそればっかり使っちゃうんですよね。いつも同じになっちゃうから T ゾーンだけ塗りました。そしたらコントゥアエチュード、コントゥアパウダー1番。私はなんせ今太ってるので頬の部分を削らないとやばい。今の時点で出産した直後からは7キロぐらい痩せてるんですけど、あと10キロもあるんですよ。私顔だけ見たら10キロも太ってるように見えないって言われるんですけど、隠れてる部分が本当にやばいんですよ。体が本当に見せられなくて、母乳もあげてるからさ、栄養も取りつつ痩せようって思ってるんですけど、やっぱ食べると痩せないよね。運動も週1回してるんですけど、やっぱ週1回じゃ足りない。全然最近は少し米の量を減らしてます。眉毛、最近眉毛を染められてなくってダメなんですけど、ゲーミュースリムアイブロウペンシル。でも髪色が暗めなので、まあそこまで眉毛の色が気になるっていう感じではないんだけど、やっぱり染めてあげた方がいいよねっていう。いつも今夜は染めよう、今夜は染めようって思って、なんだかんだ忘れちゃうんですよ。なんかみんなバレンタインの思い出とかあります？私は基本的に料理もそうなんですけど、そういう作るっていうのあんま好きじゃないから、作ってプレゼント もちろんしたことあるんだけど、そんなにないですよね。3、4回ぐらいはやったのかな、学生の頃。キットとかを買って説明書に書いてある通りに作ってあげるみたいな感じだから、余分に練習とかしないから、私味見もせずにあげてて、感想とかも何も言われずにスルーされてた多分やばかったんだろうなって後々思ってるんだけど、大人になってからはもう買うっていうことを覚えたので、買ってあげるっていうものしかしてないです。でもうちの家族はアボジとお兄ちゃんと弟で、男が3人なので、家族にはオンマと一緒になんかケーキとか作ってあげてたと思うんですけど、でもそれも何を作ってたか全然思い出せない。眉毛を生やし放題、やばい。次はヘビーローテーションカラーリングアイブロウ08番。バレンタインと全然関係ないんですけど、髪の毛をねそろそろ本当にどうしようかなって思ってて、前髪を久しぶりに切って、前髪ありのロングを楽しんでから下も切ろうかなって思っていて、多分ボブぐらいにするから、ボブの時に前髪があると私的に多分すごい芋感が出るから、それもどうなんだろうって思ってすごい今悩んでます。結構ねインスタでどっちがいいかなって言った時に本当に同じぐらいなんですよね。どうしようって。アイシャドウスナイデルビューティーのフェイススタイリスト01番です。ハイライトとアイシャドウっていう感じになってるんですけど、こっちを薄く塗ります。涙袋にも同じ色をのせます。ピンク寄りのメイクするって言ったっけ。最近の悩みが言ったことをすぐ忘れるんですよ、大変バレンタインだから可愛らしいメイクって言ったんですよね、きっと。ピンクメイクは言ってないですよね。だってこのアイシャドウピンクじゃないもんね。ピンクって言ってたらごめんなさい。そしたらこの色を広めに塗って深みのある目元にしようかな。そらへんこんな感じでいつもと違う感じは出てる気がする。そしたらこのさらに濃い色を目尻らへんに塗ってつなげる。目頭の際にも塗って、で大人っぽい感じ。そしたらエイジークスターリットグリッターパウダー08番のゴールデンオーロラ、こんな感じになってて、指にちょっと出すとキラキラーってなってるんですけど、全体的にキラキラさせるように塗ります。ギラギラのラメじゃないから全体にのせてもすごい綺麗。広めにキラキラ塗ってます。めっちゃ綺麗じゃない。そしたらピンポイントで下に塗りたいので筆で目頭の方に塗ります。キラキラしてるんですけど、やりすぎ感はないから繊細で可愛いです。ラインですね、3650のリキッドアイライナーブラウンブラック目尻に塗る。気持ち跳ね上げてもいいんじゃないでしょうか。マスカラエチュードカールフィックスマスカラ03番のグレーブラウン。最近まつぱをしたのでまつげがめちゃくちゃ綺麗。まつげは慎重に、いい感じじゃないでしょうか。下まつげも塗っちゃいます。やっぱり下まつげを塗った方がキャピット感が出るというか可愛い雰囲気になるので塗った方がいい。塗れました。チークディオールスキンルージュブラッシュ537番。少し大人っぽい雰囲気。めちゃくちゃ薄く塗りたくて。そしたら最後にリップなんですけど、フレシアンビターアンプルリップセリン02番のティンティット。くるっと
すると出てきて、リップクリームみたいに塗れるものなんですけど、保湿として塗ります。結構ナチュラルメイクの時にこれを塗ってあげると唇が可愛くなるからおすすめです。そしたらイヴ・サンローランのルージュボリュプテキャンディーグレイズ15番重ねて塗ります。メイクの完成です。少しいつもと違う雰囲気になったかなって思います。そしたら髪の毛をやります。最近よくやる髪の毛、とりあえず毛先をワンカールにします。あんまり時間がないけどたまに見えるような髪の毛です。これはとりあえず毛先をしっかり結構巻いてる。私はこんな感じで。そしたら顔周りの髪の毛だけを巻きます。ゆるく、とってもゆるく。前髪が今このぐらいなんですけど、付け根をちょっと取ってもらってふんわりさせて、こんな感じ。毛先は外巻きにします。こんな感じで、中の髪の毛が巻かれてなくてちょっと気になるなっていう時はゆるく巻きます。こんな感じです。で、反対側も。髪の毛が長いとこういう風にさ、結構パパパッと髪の毛終わらせられるから、ここも楽なんですよね。なんだかんだロングって楽なんですよね。髪の毛を乾かすのとかは大変だけど、アレンジに関しては結んじゃえば全然わからないし、失敗してもクシャクシャっとしとけばなんとかなる。だからロングもやめられないんですよね。はい、こんな感じ。これで終わってもいいんですけど、ハーフアップをします。取る時は割と少なめに取って、下に残る髪の毛を多くする。そしたら前髪を出します。結構しっかり出す。 M 字ハゲのところが隠れるように束感になる感じで出してもらったら結びます。結ぶ時にちょっとクシュッと感を残しながら、あんまり手ぐしでまとめないで結んだ方が可愛いと思う。こんな感じ。トップを引き出して、私アレンジするときはやっぱりこの山になるようにっていうのをポイントにしてるから、鉢があんまり出ないように工夫してもらって、出ちゃったときはピンで止めちゃう。ボリッとなってるとこをピンで止めちゃいます、私は。そしたらちょっと下にボリュームが欲しいなっていうときはさらに巻きます。たまに寝癖でいい感じになってる時があるんだけど、今日は割とストレートな感じだからプラスで巻きます。この余った毛、最初に根元は少し上げてるから、そのまま外巻きにします。こんな感じ。そう、こういう感じになる。そしたらソソのフリーズヘアマスカラ、ここを少し束感を作ってあげる。最近ハマってるんですよ、これ。完成。あっという間。よくない？結構ね、小顔に見える感じだし、前髪も邪魔にならないので、おすすめです。そしたら、お洋服を選びます。どうしようかな。二人のデートっていう風に考えたら、やっぱりワンピースとかの方がいいのかなって思い、こういうのでも可愛いですよね。ちょっと露出があるので、2月は寒いのかなって思うんですけど、あったかめのコートを着たら可愛いんじゃないかなって思う。こういうワンピースにタートルネックを着るとか可愛いんですが、私は今足が出せないので、こういうのも可愛いですよね。ドレッシーな感じ？これにしようかな。これにアクセサリー合わせてっていう感じにしたいと思います。はい、ではこんな感じで着替えてみました。可愛いんじゃない？バッグはスペシャル感が出るようにこのシャネルのバッグにしたいと思います。そしたらアクセサリーです。ゴリ君がプッシュギフトでプレゼントしてくれたピアス、ハートシェイプが私大好きで、イベントの時はプレゼントしてくれたものをつけるのがいいですよね。めっちゃ可愛い。ネックレスもプレゼントでもらった。存在感のあるネックレスしても可愛さそう。ピアスがすごいシンプルなので長めにつけてら可愛いんじゃないかな。良さそう。ワンピースが結構ストーンとしてる感じなので、胸元に何かがあった方がバランス的にいいと思います。結婚指輪はギリギリ入るぐらいなので、アクセサリーはこのぐらいにしたいと思います。イイ、はい、って感じで今回はバレンタインメイク、ヘア、そしてお洋服まで決めてみたんですけど、いかがでしたか？今年のバレンタインはあんま予定がなくて、バレンタインのお菓子を作るっていうことしか決めてなかったんですけど、改めてイベントごとは大切にしようと思いました。何か計画したいと思います。みんなも何かするっていうのがあればコメントで教えてください。って感じで、この動画が楽しかったり、また私のゆるい動画見たいなって思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。グラーン、アンニョン。Bye.